電波切れちゃって、うん、なんか真ん中のポールが申し訳なさそうな大きさだって、うん、なんでこんな短いの、長いと走りづらいか邪魔で、うん、勇者総帥アット心霊怪奇ラーメンテレビさん、モイアンドロイドからキャス配信中、超怖い心霊仲間と突撃祭恐れ心霊スポット https ゆる。電波が途切れましたね。ね、途切れちゃった、ね。電波が途切れたら再接続ですから。うん。今飛んでる長かったね。珍しいね。珍しいね。三、生ハゲ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 。出てきたら怖いなそれ。生ハゲだ。なんだっけ、生ハゲのフレーズってなんだっけ、どこかに栄子はおらんかねえだっけ、いや違うんですよ、悪大感ですよ、あそっか、ダイアスクさん、あ、そうだ、コロナって YouTube では禁止ワードなの、バタピーさん、悪い子はいねえが、本宮宮さん、生卵レイさん、そう水さんこんばんは、口を開いた笑顔、ランランさん、悪いごいねか、一言言う太郎さん。なぐごはいねがーやろ、ひみこさん。らん、さんわらわら、らん、らん、さん。違っただ W。あ、行っちゃった。大丈夫だ。曲がった先に待ってくれてるはず。ていうかもうこれカーナビ通りだから。次の信号は左方向。いいよ、左方向ね。ハイドバウカンさん、待ってます。はい、ありがとう。てかそれ本当すモバイルバッテリーのさ、一言言う太郎さん、ランランさんのも言うで、そうそうそう、いや物をさ、いつもさ、オッケー、すいま、右方向です。モバイルバッテリーの減り早っ今日。でもね、もうキャスね、モバイルバッテリーねえとね、多分ね、うん、あ、モバイルバッテリーじゃない、モバイルルーターがないと、まともに配信ができない、もう au は。一言三層なんですね。口を手で覆い、目を閉じた顔。いや、もうダメなんで、au 潰れんでしょ、そのうち。潰れるっていうか、潰されかかってんじゃない、中に。何かの圧力が。そう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 。多分、ギガ放題やっちゃったからでしょ。うん、けしからんって。そんなことをしたら、我々政府にとって不都合な連中が24時間生ライブを国会議事堂の前でやられたらどうするんだって控えやろって控えやろ、もう何時代か分かんないね、多分そうなってんだと思う、多分それを危惧して、うん、au を潰しにかけてんね、多分政府の圧力で、うん、多分そうだ、勝手に俺が被害妄想を起こしてんだけだけど、ナチュドットとナチュドットとリオンリオンアテイさん、メメ一言言う太郎さん、控えよろう、ナチュドットとナチュドットとリオンリオンアテイさん、多分そうだと思うんだよね、口一言言う太郎さん、控えよろう、本宮宮さん、そうなのを渡す au、 本宮宮さん、そうなのを渡す au、 Google マップ開いてもさ、モザかかっちゃうんだよ、ね、すごい重かったもんね、うん、なんだろうね、 au だけ嫌がらせだよこれ、地図がまともに開けないとかありえないでしょ、アンテナ4本あって、もうそんなレベルになっちゃってるんですよ今、もう au の機種がここまで来るとね、君子さん、リオン、どの www、 ただですね、電波強度が弱いのに今ネットをいっぱい使ってる人が多すぎてサーバーが重くなって、でそれの影響もあるのかもしれないけど、ナチュドットとナチュドットとリオンリオンアテイさん、ひみこでん www、 大妄想だから気にしないでね。またこしい、アットさくらこうバンドさん、あ、こんばんは、れんこうつき八分音符、また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 
またた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 メロディーになっちゃってるよ。こんばんは。ランランさん床を転がり回るほどの大笑い。お疲れ様でした、マタコさん。来てくれたナチュドットとナチュドットとリオン。今日も一日お仕事お疲れ様ですって意味ですよ。来た、本宮宮さん、はい、わら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 、きみこさん、わら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 、またこしい、あっとさくらこうバンドさん、www ナチュドットとナチュドットとリオン、さんがあんまりちょっと忙しいのかなんか出席率があんまりなスペシャルバージョン。寂しかったですよ、これが言えないから。うずうずしてたんですよ、もうここぞとばかり。しょうがないですね、お仕事の関係とかもあると思いますので、うん、タイミングっていうのはありますからね、生放送のやるタイミング。そうそうそう。またこしい、アットさくらこうバンドさん。なかなかタイミングが。そうですよね、やっぱ、ね、僕も生配信やるタイミングがね、最近見失っちゃってますからね。なんならあれですよ、ナチュドットとナチュドットとリオン、リオン、アテイ、さん。またこさん待ってました、天草ヘッポコさん。遠い昔、星から星へ、ビュンビュン、飛ばす。そりゃあ、早いタクシーがあったんだってさあ、コンブーミヤさん。うずうずわらわらわら。何言ってんだ。何を言ってるの、さっきから。さっきからじゃねえよ、今。なあ。てか、ほんともうさ、俺読み上げくん、いい加減、ほんとくんの読み方ぐらいちょっと学習してほしいの、これ AI でしょ。君子さん、天草様わらわら。読み上げくん、天草さんって読むの AI ちょっと学習しなさい。ドットとナチュ、ドットとリオン、リオン、アテイ、さん。天草殿 www、天草ヘッポコさん。天草さんですよ。スターウォーズのあれです。島原の乱の。お願いします、ツイキャスくん。ねえ、ねえ。でも、ツイキャスくんって言ってる場合には、なんか声が女性の読み上げだよね。キャスくん、キャスくんって男の子じゃないの？いや、なんかでもキャスくんからたまにメンテナンス入るときにチャットコメント入るよ。俺、一回入ったんで、それで。うん、キャスくんから、うん、チャットコメント。あ、そうなんだ。だ AI だと思うんだよね。スターウォーズのあれなんだろう。わかんない、スターウォーズわかんないんだよな。あ、私もあんまり詳しくない、ごめんなさい、全然見てないからな。まあ、キャラクターはなんとなくわかるけど、中ばっかしかわかんないです。ってあれ俺の、ひみこさん、ぜひ俺中ばっか役に抜擢してほしいです、ハリウッドに。絶対できますから、俺中ばっかの役。獣ですから僕は。着ぐるみ着なくていいんじゃないの。着ぐるみ着なくても大丈夫。本宮宮さん、天草って寒天じゃないんだから、ね、天草って言って。およそ700m 先で千代橋。天草ヘッポコさん、映画が始まる前に流れるテロップです。 GR 鶴さん、遊んだで幽霊、微笑むうんち、潮往復クジラ、パンダの顔、キノコ、ドーナッツ、雪だるま。やべえな、顔文字まで読み上げることないのにね。うん、まあでも全部綺麗にっていう。まあ、ね、精度は高いってことですからね。そうそうそう、まあ否定ばっかしちゃいけないんだけど、笑っちゃうんだよそれが。床を転がり回る笑顔、床を転がり回る笑顔って。床を転がり回る笑顔。ナチュドットとナチュドットとリオン、リオン、アテイさん。左か。サーフィンをしている女性、水泳をしている女性、サーフィンをしている女性、ヘッドスカーフを身につけた人。ガンガン波に乗ってるね。波乗り女性ですか。波乗りガール。何がなんだかわかんない。まあいいんじゃないですかね、サーフィンやる女性ってね、スタイルいいですからね。なんか締まりますよね、体が。だろうね、だってすごい体力使うよね、うん、全身運動で。ただあまりにもしても、やっぱ一つ弊害がありまして、まあ、湘南地域に住むサーフィン好きの女性って大体中高年になってくると、もう紫外線浴び続けちゃって、
かなりちょっとね、皮膚の肌、お肌の方ちゃんと手入れしてないと、あの砂かけばあさんみたいになっちゃいますね。あ、まあ、そういうデメリットもありますんで。ナチュドットとナチュドットとリオンリオンアテイさん、アラマコングーミヤさん、だんだんラップに聞こえる。そうそうなんですよ。うん、まあだからやっぱり。ひみこさん、白熊スタンプ。白熊スタンプ。なんだろうこれ。可愛いのが今一瞬見えたけど。白熊スタンプ。なんかいろいろあるんだけど。いっぱいあるんだけどわかんないんだよ俺。そのうち多分分かってくんだろう、うん、なんせまだ放送回数200いくつだからで、ね、うん、全然やってないですよ。あ、先の方にいんのかな。あ、うん、ハザード大体、ね、あ、大体でありがとう、うん、グミさん、お茶 X10 シャス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 せーのでシャスせーのでいくぞ。天草ヘッポコさん、みんなで漫才このけ軽犯罪777777ラーユー本宮宮さん、うさぎデコフレーム本宮宮さん、お茶777ってなんだっけ、わかんない。いや芸人さんのあれでしょ。俺わかんないな、最近本当に物忘れが激しくて。ジョイマンだっけな。テングサヘッポコさん、ジョイマン、ナチュ、ドットとナチュ、ドットとリオン、リオン、アテイさん、なんだっけ、ヒミコさん、テングサ様爆笑、ナチュ、ドットとナチュ、ドットとリオン、リオン、アテイさん、セヤジョイマン、ウミタンさん、十字架付きの数珠、十字架付きの数珠。じゃあ、なんかな、ここ、俺ちょっと今、オーマイガ、オーマイガ。こう長いよな、こうシュワーって感じのさ、この信号からこのなんつうんだ、交差点から信号のこのかあの距離が長い。信号あるよね。いらねえだろここ信号、点滅でいいだろう。交通量見てください皆さん、これ別にどっちかが赤点滅かどっちか黄色点滅でいいと思いますよ。ナチュドットとナチュドットとリオンリオンアテイさん、おマイガーおマイガーダイアスクさん、ほんとしゃいないね。こっちもナチュドットとナチュドットとリオンリオンアテイさん、あわはは。あ、でもこっちで OK だと思う。カーナビもこっちだから、うん、うわまた溝、俺の嫌いなもうやめてくれよこの溝、ね、しかも浅くないというね、うん、溝なんて川崎の溝口で十分ださて、うん、これもこっちまっすぐだよね。多分分岐したら必ず分岐のとこで待ってくれるから。うん、俺はさ、多分あれだよ、もう内心はせえなと思ってると思う。はいで行っちゃえばいいんだよ。無理なんだよ。排気量がちげえから。ヒデさんの車はだって天草ヘッポコさん、らいあるんでしょ。だってタクシー2乗ロートを右手を上げたら上げた右手に雷落ちました。畜生。まずあのタイヤがさ、やっぱりこれスポーツタイプじゃないから、うん、あんまりスピード出しすぎるとね、タイヤがね浮いちゃうのね。所詮街乗り用の車だから。やっぱりヒデさんの車はスポーツタイプだからこう噛むからカーブとか、うん、ヒャーって滑らかな、うん、ナチュドットとナチュドットとリオンリオンアテイさん、安全第一。左曲がった、うん、左へ行ったとこか。やっぱりいいんだ、いいんだ、いいんだ。しかし、随分すげえとこにあれだね、塗装があるんだね、これ住宅街だけどな。ゲップが出ちゃった。
桜が咲いてますね。ねえ、ありがたいですね。ポンコツグマさん、お茶ゲップ。やばいっす、炭酸が効いちゃってます。炭酸飲んでねえな、あれ効いてんだ、リポビタンデーがゲップって俺一気飲みする癖があるからなんかね、お酒も一気飲みが多いんだけど、ほとんどほぼ一気飲みに近いんだけど、水のように飲んじゃうからもう胃腸にすげえ負担かけるようなことばっかやってるから。ライアスクさん、滋賀で何か美味しいもの食べた。ハイドバウカンさん、待ってます。本宮宮さん、お茶。今日はもう全然もう普通にラーメン。そう、これだ。あ、いた、うん、これ右だ、うん、あ、もうここの辺でゴールだ。いや、俺もう通りに止めたいな、なんなら。すげえな、あれじゃね、ヒデさん。そう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 、またこんな溝、もう溝好きだな、足が。怖えわ。でもしょうがないよね、田園地帯だから水引っ張んなきゃいけないから。ひみこさん、天草様爆笑。でもこのさ、ほんとマジでほんとこの俺も脱輪恐怖症になっちゃうけど、収まんなくなっちゃったから、うん、2枠になっちゃったからって。まあいいか、しょうがない。あれだよな、なんか分けた方が見やすいからな、実際のとこは。あとあと 見返すときに、うん、検証しやすいからな。なんか変な声が入ってましたよとか、変なメガネの男がなんかあのお尻ブリブリザイモンやってましたよとか。アニゴドットトワイさん、そろそろですか。テングサヘッポコさん、3キロもあるよ。ありがとうございます。結構距離あるな。まあコンピューターだと狭い。どっとこの、また今度広くなったりするんですね。そう、いや本当俺これね、雨の日 見づらいと思うよ。どっち行ったの、これ右、これいいんだよね。右だよ。右しかないでしょ。じゃあこっちだよ。ああ、え、何そっちの道。いや、これあれだよ、こっちにこう行くんだよ。反対車線って、反対車線で。危ない、逆走するとこだったね。逆走、逆走だよ。逆走録画されちゃうぞこれ。危ねえよ、逆走録画中って。録画しとるぞボケーって言われちゃうよ、逆走したら。ゆうさん、この貨幣なんですか。黒い飾り文字の疑問符、口を開いた笑顔。ランランさん、口ポンコツグマさん、逆走危な W。 危ねえ本当今の。すまねえ。しかもさ、違うんだよ、その反対車線と思わしきもんに、うん、あの進入禁止のマークがねえのよ。あ、そういえば標識にね、なかったよこれ。だからこれはあれだよ、大津市役所に言わねえと。大津かわかんねえけど、問題の大津だよ。大津いじめ事件があったとき。ドットとナチュ、ドットとリオン、リオン、アテイさん、目、目、口、ひみこさん、逆走、バック走。そんなこと言ったらあれかな、行政のやつに目つけられちゃう。目つけられちゃう。大津に。GR、鶴さん、デコフレームですね。イエイ。よし、よしよしよし、よし。ナチュ、ドットとナチュ、ドットとリオン、リオン、アテイさん、ヒミコデン WWW、ユウさん、なるほど、口を開いた笑顔。そこの前の車止まりなさい。ヒミコさん、わら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 。こちらの間の総理、西方面に緊急走行中です。ラン、ラン。という方々が申し訳ですけど、緊急車両を取ります。道を開けてください。ナチュ、ドットとナチュ、ドットとリオン、リオン、アテイさん、柳沢様。あ、唇が、しびれた。
久々に聞いた。これ唇がこれ振動で、あのこのセロハンのこの振動で唇がしびれちゃった。ああ。ポンコツグマさん、柏で。はい、これ右回ります。アヒルさん、こんばんは。ドライブ楽しい、ホングーミヤさん。ごめんなさい、間違えてデコフレームをしちゃったみたいです。どうしよう。テングサヘッポコさん。ビートたけし、お願いします。トリップミカンさん、柏で。ダンカン、こら、ダンカン、こら。奇跡体験、アンビリバボ、この後あと、見てねー。汗、ま、丸見えだ。見てね、この後あとって。松村、これよ。ダン、ダン、さん。うまいな、床を転がり回るほどの大笑い。天草ヘッポコさん、うん。ゲラゲラ、鳥。結構、あ、でももうすぐ着く。あ、着く。例えば現場に行く、まもなく到着します。応援をよろしくお願いします。緊急車両が右折します。ご注意ください。ナチュ、ドットとナチュ、ドットとリオン、リオン、アテイ、さん。間違えてない。間違えてる W、ヒミコさん。ここだ。上水、ナチュ、ドットとナチュ、ドットとリオン、リオン、アテイ、さん。柳沢様、ライアスク、さん。つくぞつくぞ、ラン、ラン、さん。うますぎる W。いやさて、皆さん、私にとって2軒目の土葬です。実質、1軒目はちょっと、トラクター、クソ野郎に、ちょっと、妨害されましたんで、2軒目に当たる土葬墓地です。また口悪くなっちゃうんだよな、これダメだな、このなんか スラム街育ちみたいな感じの喋り方スラム街、まあ、実際頭の中スラム街なんだけどさ、いや、ただの変態でしょ。元気元気ダイアスクさん、スラム街わらわら、ナチュ、ドットとナチュ、ドットとリオン、リオン、アテイ、さん、はい、ソースユイス、ドソー、どうぞ、お楽しみください、W。はい、てんてん隊員はビデオカメラを持って、先に勝手に動画を撮ってください。はい、俺が、あの、ちょっと機材にセットしたり時間があるんで。このデコフレームで、幽霊、映ったとしても怖さが半減しそう、笑い目でにやりとした顔、アヒルさん。頭の中スラムより変態わかる W、ラン、ラン、さん。アヒルさん、そんなこと言わないよ。始まりから。頭の中変態ってどういうことですか、僕は。至って真面目な好青年ですよ。なんか心霊の雰囲気じゃなくなってきちゃう。まるでなんかピクニック気分じゃないですか、今日。来ました、着きました。暑い。すげえな、しかし。テングサヘッポコさん、ゲラゲラ鳥、ホングーミヤさん、天草さんさ、このフレーム取れないかな、どうしよう。間違えてデコフレームをしちゃったの。名前。何も変えることないのに。斬鉄剣って名前のかっこよかったね。天草斬鉄剣って。なんかいいじゃん、響きが。ダイアスクさん。みんなで楽しくゴーストピクニック。あ、そうですね、今日はお散歩ですから、ピクニックですから、はい、そうだ、寒いっすね。じゃあちょっとすみません、あの読み上げ切りますんで申し訳ないです。つかの間のお楽しみを ご視聴ありがとうございました。読み上げ切ります。しまった、バッテリーが1個しかない。え、もう1個しかない。どのぐらい足りるんだこれ。アヒルさん、バッテリー変える、しばらくヘッポコで頑張ります。ちょっと待って、バッテリーが。ちょっとバッテリー交換内で僕が一服しますね。こっち一服だな。これ一服ね。待って。やりました。減り早いな、寒い。
ライト？ライトいらないじゃん。ライトがあるから。K のね、バッテリーの外し方をちょっと覚えないとな。いや、壊れたらいいよ。簡単なんだ、ここの壊れたら嫌だと思った。引っ張ってヒュッと寝くるな。これちょっと温めて、見えてるね。寒いとね、早いんじゃなくて、太め感そうだったけど寒いと早いよ、あの割れ物は ね純正品は長いよ。そう高いよ、今上がってるもん、バッテリー。あ、まあ、1万8000円とかですよ。そう、上がってる、上がってる。綺麗な、買えねえよ、俺の給料。1万8000円。よし。あれだ。1万8000円はちょっと無理。まだ無理だ、無理だな。はい、じゃあすいません、着きました。はい、では束の間の、はい、読み上げくん、心霊漫談、終わりで、ガチの真面目な心霊配信をこれから行いたいと思います。はい、皆様、おはようございます。4月16日、ソースイサウザンドです。あ、ここですか？畑じゃないですか？なんでそういう最近嘘ばっかつくんですか？なんこれどう見ても俺いくら目悪かったってさ。これどうぞっつったら。これ土葬じゃないでしょ、これ畑やん。いや、でもこれ土葬のエスキーですけど。テンション高い。まあ今日はね、なんか久々にみんなで集まってこう行くのがね、あるからやっぱり楽しいっすよ、みんなで行くの。ここですね、土葬です。野菜の土葬です。ネギ、玉ネギ、大根、人参、玉ねぎ、なんかその他もろもろのモロヘイヤ、いっぱい土葬として埋まっております。どうなんでしょうか、これは。ヘルシア。うまい、座布団1枚。山田くん、座布団1枚持ってってあって。あやすげえな、こんなとこに土葬あんだな。こんなとこって言ったら失礼ですけどね。ビール映してる？映してる。で、俺映せばいいんじゃない？逆に。いや、毎回大人数で行くのもね、あれだけどね、うん、たまにはいいんじゃないかなって。たまにパーティーで行くの。そうだよ、手でだから、それで俺は別に、あの、俺を映せばいいんだよ、それで。そう、どんな風に配信してんのかが丸分かりになっちゃうから。ブリブリしてるの、遠くから撮ったからね。やべえ、匂ってる。え、匂ってる、新しい。あ、マジっすか。匂ってる、匂ってるって。目の前、新しいじゃん。いや、匂ってるじゃん、ほら。プン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 します。匂ってる、ほら、目の前、新しい。目の前の。うわ、新しいのかと。令和だ。うわ、これ選択しなきゃ。来ましたよ。令和元年やから、令和元年だから、あれか、9月6日、これ半年経ってる。まだだった。俺ちょっとカメラ目線になりたい。おやべえよ、土葬だよ、土葬だよ、ここ本物だ、本物。土葬、そうそう、カメラマンさん、ほら、土葬だよ、土葬。令和元年って書いてある、これ。いや、あ、これの、この匂いなんだ、土葬って。スーンとするでしょ。うん、これうわ、なんだよこれ、すごいな、土葬。多分、あの、すみません、どっかで嗅いだことあんだ、この匂い。あの、皆さん、まあ、ドルさんの完全ドルさん頼りで来た土葬ですけど、ツイキャス史上土葬。初土葬です。総水チャンネルツイキャス史上土葬、初土葬。掘ったら骨あるよ、あるよ、あるある。10年は最低。うわ、10年帰らないから。ちょ、これ、ちょ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 、さらに、あの、黒い状態だね。1年経ったら黒いよ。こんな感じで、ちょ、これ、すごいな、誰もいないよね、ここ。
あ、そっち、そっちで、そっち入ってんの。え、そこダメ。あ、そこあるよ。通路は大丈夫でしょ、これ。ちょ、俺ちょっとこっち探検してくるね。うん、土層があるかもしんないから。すげえここ。うわあ、もう匂い、匂いが、匂いやばい。やばい匂いが。いや、やばくはないんだけど、なんか骨董品の匂いがするね。イメージ的にこういう匂いなんだ。骨董品だ、マジで。骨董品店とかのなんか、なんつうんだろう、エスニックな匂いかな、これ。うん。ちょっとここ、ちょっとテロップ変えさせて、これ。土葬。重てえな。まあそうですね。あ、でもなんかさ、鎌倉の匂いにも似てるな。鎌倉もこういう匂いすんな、やっぱり。あ、ほこりっぽい。そう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 、それもあるかも。で、鎌倉もなんか匂うもん、やっぱ。鎌倉のさ、そういう史跡とかさ、行くとさ、まあ、結構匂うとこは匂うじゃん。鎌倉行ったことある人分かると思うけど、行ったことある人分かるかな、鎌倉。似てるわ。あ、こういう、あ、じゃあ結局鎌倉もどう、ちょっと待って、危ねえ、ここどこ穴開いてるか分かんねえな、これ。でも別に悪くないっすね、別に。で、これすげえ、これ迷っちゃうな、これ。すげえ、これ。え、杖あるよ、これ。ちょっと待ってください。杖があります。あ、あるんすね、ここで。うわー、でもこれ倒れてるってのは、ドルさん、あれですよね。もう、だん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 、その中のあれの桶が。倒れてるときは、うん。おそらくもう土に帰りかかった。あー、そういう、あて言ってましたよね、そうやって。うわー。ここ、ビニールしたら30年かかるから。うん。ああ、そうそうそうね。昔のやつは、うん、もう捨てないと思うから。ああ、書いてもないと思う。なるほどね。これなんかもう木が折れちゃってますよ、これ。折れてると思う。ないでやだ。すごいな。こうやってもね。すげえ。まあ、いずれはなんか古代遺跡になって、じゃあこうなんか歴史的価値があるような墓になっていくでしょうね。うん、いずれはいつの時代になるかわからないけど、うん、完全ドルさん頼みでしかわかんないからね、土葬は。まあ、これ俺もちょっとドルさんにまた土葬をもっといろいろ聞いてみますんで。これ12月1日。俺初土葬。12月終わったから。すごいよこれ。ほら、これも。あれもこれも、あ、すごい、これすごいっすね、これすーげえ、これはい、サーヤさんこんばんはです、いらっしゃい。すごいね、これ。間近で見るとなんか、だってもう最近の土葬だからね、これ。この平成28年じゃん、これ。ね、こういう風習が残ってるとこってあるんでね。28年だから、うん、まだ骨はあるよね。これも平成31年。平成31年。30年だ、こっちの方が新しいね。30年、1月。明日、19日。うん。1月28日。やばい、これ。はい、土葬です。ツイキャス史上ドルさんの力頼みで来た土葬。ドルさんじゃないと土葬わからない。もうドルさんははっきり言いますけど、もうなんかあの有名どこの心霊スポットは行き尽くしてるから、最終的にもう土葬なんだと。と、ね、あのネタが土葬の怪奇現象がすごい、うん、多分それですよね。確率が高いね、もうほぼあれでも、あと他のとこ行き尽くしちゃったから、もうやっぱり最終的に行き尽く先は
っぱ声入るんだけど、そうなんだね、結構多いよ、ここは。まあね、お墓はもう肝試しの定番ですからね、昔からの。これほら、この石あるでしょ、もう石はこれもう土に書いてあるね。あ、すごいこれ、火葬場にないって、そうですね、この辺って火葬場ないからとか、あと僕埋葬もあるから、ああそうあるけど、あただ習慣で多分やってるんじゃない、昔からの名残で。なるほど。しかも昔はやってたけど、今は多分おそらく、まあ火葬が多いんだよね。そうですね、はい、カリオさんこんばんは、ね、あ、ネオさんこんばんは。なんか見えた、いや高速道路でしょこれ、今はまだ。なんだこの境界、やばいですよ。だってこんなの見たことないでしょ皆さん。だって僕もそう思うもん。最初見た時にこれ何だと思うもん。思うでしょってこれ。なんで墓場にこんなのがあるのかなと思う。でもね。だってみんな普通はね、あの石だと思ってる。歌いたいと思ったんだけど、やっぱり最近の墓だからちょっとね、やっぱり良くないかな。歌いたいんだよ俺本当は。だけどちょっとね。遺族の感情とかもありますから、これ最近の嘘だから、これ古代の墓だったら全然歌っちゃいますけど、最近のお墓だからね、やっぱり普通に慎み持ってお参りしたいと思いますよ。墓場行ったら大体そろそろ土に帰るかな。これあーもう土に帰ってると思うよ多分。そうこれはもうないよね、土に帰ってるね、でもほら、でも大体ね、2メーター以上掘らないといけない。あれ祈りの歌かとかダメだ、あんなゲームのやつとか。結構長いんですか。だから多分今後やるで平成29年、ちょっと俺もこっち行ってみよう。これやばいですか、これ通路やばいな。ちょっと俺こっち、ちょこっちもちょっと映して。これなんだろう、これドルさんだって。ドルさんですよ、ドルソー K2 ヒデテンテンですよ、今日5人で行ってます。だからあれですよ、タイトルが5人で突撃ってなってるでしょ。これなんだろうね。しかもここ電波いいな、やっぱ高速の近くだから。ナムアミダ仏、あ、これが儀式やるとこでしょうね、これ。そうそうそう。これってこれが儀式やるってやつって言ってたね。ここで最後のお別れの儀式をやるんでしょ。また仮装と違うから。すごいね、これ。だって全然、まあ、こういう文化に慣れ親しんでないからさ、すごいよ、なんかカルチャーショックを受けてます私。カルチャーショックです。これさ、なんかこれさ、なんか画面さ、なんかこれ桜のスタンプ何これ。それは全然取れへんねんけど、さっき見とったけど。なんで？なんかあれだから、多分滋賀県の石を積んでるね。バグったこれ。いや、誰かがやった。誰かもやってるぜよね、あれで。何も。桜のスタンプがなんか。キャンペーンでもやってんのかな。あ。キャンペーンなのこれ。これ新しくね。イベント。なんかね、キャンスなんかやってた。これが一番新しいじゃない。これ何これ、桜のこれは。そんなこれ祝うことじゃねえだろ、これ桜で。まあ季節だから桜なんじゃない。これ土葬はちょっと祝っちゃあかんやろ、これ、うん、あかん。画面が愉快な感じでもこれさ、さ遊びに来たわけじゃないんだけどな、何これ。なんでこれ桜の、これが何ずっと残ってるの、これ分かんない。いや俺だって、あ、そういえば私も気になった、取れねえんだけど、何これ。なんであんのこれ。剪定だったのかな、始める前に。わかんない。何これ、パクった。あれ、最初からあったそれ。いや、わかんない、気づいて、全然知らない。気づいてない。
いやデコフレームって俺何も設定しないよ。だってなんかキャンペーンでそうなっちゃうのかもね。何それキャンペーンで言って、いや分かんないけど、何か画面押すと消せる。どこの画面。あ、ここ、あ、設定でエフェクト吹くか。あ、そっか、いらねえよこんなの、うん、これなんだよこれ、取り直しじゃねえか全て。ふざけるなよこれ。あれ消した。これで OK だ。なんだこれは、いらねえよこの。ふざけんなよ。なんだこんなキャンペーン知らねえよこれ。こんなの知らねえよ俺。なんだこのキャンペーンいらねえよこんなの。ツイキャスが勝手になったキャンペーンだべこれ。何も気づかなかったこれ。いやこっち消えてねえよ。いやもう消した。こっちは消えてない。あ、画面押すと消える。もうこれは消えるけど、うん、俺消えてよほら、うん、何のキャンペーン。いやもう消えたよ。もう時間差でじゃね、時間差でもう 俺の方では消えたから。何これすごいな。いや押さないと、自分の方で押さないと消えないよサーヤさん。自分の方で押すの、あとはそれ自分の方で画面タップすると消えるから。全然使ったお茶は、あ、すごい新しいよね。すごい新しい。なんでこれヒノキなんだよね。あ、すごいね。書いてねえか。書いてねえか。新しい。これなんで書いてない。元年11月。元年11月。元年は結構老朽化しないね。老朽してないね。でもまだ4、5ヶ月か。これまだこれ。色が違うもんね、これはね。これこのね、ほら、わかる？掘ってあるから。この辺だけ、ほら。この掘ってるとこが埋まってるよってことなんだね。下に。新しいよね。でもあっちの方が新しいんじゃない？ほら、あれ。あれ何年だろう。すごいな。あ、俺ビデオ撮ってねえよ。全然。トルさん、スバさん、両方とも撮ってなかった。そう。今撮った。土葬墓地です。令和2年。ちょっと待ってください。土葬墓地ですね。すごいな、これ。すごいね。なんかもう、匂いが。え？あれ2月。2月？どこどこどこ？2ヶ月だ、2ヶ月。ここ？これ平成ん、あ、これじゃないよ、あれ、あっちの、あっちの、あれ、あれ、あっち、あー、はや、あ、令和のだ、令和2年、一番だね、うん、だって、この間行った時に酔ってたんだよ、酔ってた、2回だから、もう酔ってないでしょ。うわ、すごい。あ、これだ、令和2年すごいよ。ほら維持、令和2年2月16日何これ、すごいな、新しいぞこれ。この2ヶ月だね。わあ。2ヶ月、この2ヶ月だね。これが一番ファイナルした、また出てきたの。これ各々で消すしかないんだよね、うん、これキャスのなんかキャンペーンなんでしょ。何が、何が、なんか花びらキャンペーンみたいなのでキャスがやって、うん、花びらが降ってきちゃうんですよ。ああ、そうしょうがないんだよ、うん、だから自分でエフェクトオフしないといけないんですよ、各々、うん、見る側も配信側も、ね。2体だね、2体だね、2体だ、あ、3体だ、あ、4体いるよ、4体いるよ、1、2、3。でもこれ自分でさ、できんだったら俺もさ、エフェクトさ、これオン、オフできるよね、これまたついた、これ。でなんでタップすると消えないの、これどこタップするの、これ誰かがやったら何の。いや、なんかキャスのね、なんか春のキャンペーンみたいよ、これ。なんか消えないね。いや、これすでもほら、デコレートしなくて。俺のやつなんだ。デコレートすんなよな、勝手にな、キャスくん。な、何をやってんのよ、これ。開始の代わりにこれ消えるね。ああ、デコフレームおっしゃったの。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。そういう機能があるんだね、これ。でも普通さ、タップしたらさ、消えるんだよ、でも。そうだから腐敗になるけど、それが骨が回るから、なくなる、もう土に書いてなくなっちゃう。これは別に消せばいいんだよ、これ。自分で、それで木を入れる。デコフレーム。もうだからもうないよ。はい、オフにするアイテム負荷でしょ。
映像の視聴に問題がある場合などで、まあ、これでいいだろう。これ春のキャンペーンだから、まあ、ちょっとねちょっとお墓の前なんでね、やっぱりちょっと祝うものでもないし個人を慎むもんだからすげえな。ね、土葬公園の神奈川なの？かね、どれさん神奈川も土葬あるの？土葬？多分相模原とか。ああ。ただこういう風になってないで、多分お寺の中に。ああ、安置されてるんですね。まあ霊園の中。横浜が58、川崎68、水国屋土葬なので、ああ。まあそう考えたらね、外人さんたちも土葬？米軍基地の兵士とかキリスト教だからさ。そういうことになるよね、これ。すげえな、ここ。平成27年、これでも割と最近ですね、これね。この平成20、まあ、ちょっと下が分かんないな。すごいよね。まあ、別に。こういう形の墓ってのがちょっと初めて見たな、俺。こっちはなんだ。お、トンネルあんじゃん、これ。ドルさん、なんであれトンネルあるよ、あっちに。あ、そうなんですか。ああ。じゃあ俺ちょっとしばらくこっちいますね。ちょっと珍しいんで、ちょっと映したい。ああ、どうもどうも。俺ちょっと結構もう今日ここまで来たからさ、じっくり映したいですよ、こう今日と。トンネルはいいや、俺。ドルザーも一回来てるからね、こう。すごいな、これ、ね、ドルさん、これは土葬じゃないですよね。この墓石は土葬じゃないですよね。この4つ並んでんの、これも土葬なんですか。石のタイプもある。もうすごいな。いや、なんかちょっとなんかまああれなんですけど、でもどこ歩いていいかわかんないから怖い。すごいよこれ。久保山墓地とかもすごいなと思ったけど、あここはなんかすごいな。裏目に定点しようかな、ここ。こっち側だな。ちょっとく。あれ？穴開いてるやないか。あれ？あれ？これもしかして、あ、もしかしてこれ、ここもそうだった。俺踏んでるもん。あれ？気のせいか。気のせいかな、あれ。あー、ビビった。踏んじゃったし、ここに穴開いてる。これ動かない方がいいな、うかつに。破片あるし、結構なんかうかつに動くと危ないね。いや、ここは一応出入り口があるから、ここは通ってんやろ。結構危ないかも。やっぱこれ外側歩くのが一番安全なのかな、やっぱ。あ、こっちあれだ、土葬じゃねえや、これ。すごいね、この。
げえな。ただ高速道路の音がガーってくるからあんま静かではないですね。風景はすごいなんかなかなかのいい感じの風景ですけど、いい。どこ歩いていいかわかんねえな。こっちがいい。ルルさん、ドルさんね、消えた。そうですね、骨だよね。ええ、骨だよ。あ、ドルさん消えたじゃなくて、ドルさん配信してるよ。そう、コメント読み間違えたよ、ダン。いや、骨だ、骨だ、骨。え、骨。打つならいい。骨、なんか骨っぽく見える。あー、じゃあやめた方がいいですね。手だよ、手。うん、手。え、やめた。手だよ、手だよ。もうよ。え、こうやって多分もがいてたんじゃない、こうやってこうやってバン。ドルさん今 YouTube ライブです。俺はツイキャスです。ってかもね、俺ね、アヒルさん多分あんま最近知らなかったと思うけど、俺もね YouTube ライブね、もう家雑談しかやんなくなっちゃったんですよね。なんか使えなくて、全然電波が安定しないのと、まあなんか電波が弱いとことか、なんか配信しづらくて、どうしても Android の AU のスマホだと。なんかだからやめたんだ。なんかツイキャスの方がいいかなって。なんか映像もさ、ツイキャスの方がなんか安定するんですよね。なんかいつからかな、もう、あー、4月入ってからかな。4月上旬入ってから結構さダメなんですよ。もう俺がなんか YouTube ライブでやるとさ、映像がなんか乱れちゃうっていうか、乱れ具合がもうちょっとね、あんまりよろしくないので、結局なんかその映りが悪くて、なんか何が何だか分かんないっていう状況が結構ただ見受けられたりとか、まああとね、通知がうまくいかなかった時があって、もう、あ、もうこれダメかなって、そろそろキャスの方がいいのかなって。やっぱね、キャスはストレスがたまらない。ワンタッチで配信できるから。まあ、俺結構さ、めんどくさがり屋だからさ、結構さ YouTube ライブさ、枠作るときさ、もう最初からなんかあのタイトルとか自分で手動で打ってさ、もうさ、それで配信終わった後にデフォルト設定で残んないんですよ。だいたいライブ配信のさ、動画タイトルってさ、配信アーカイブタイトルってさ、未就じゃん。配信開始した時に勇者創生の冒険つって、ほら、それがデフォルト設定も、あの残んねえから、もうそれもめんどくさくて、なんかワンタッチで配信できるのはほんと手軽でいいなと。俺みたいなこう大雑把な性格な人はもう俺向きだなっていう。そうだね、外配信はキャスかな。うん、てかね、この間ね、しかもね、自宅で雑談やってた時のさ、YouTube ライブね、バンされたんですよね。配信停止になっちゃって。いや、それもちょっともうね、2回ほどあったんで、ちょっとね、ちょっとね、どころじゃねえんだけど、すげえなんかイラついて。なんかバンされちゃったの。意味がわからんって。もう、勝手に止めんじゃねえよって AI 君って。キャス綺麗ですよね、やっぱり。Android はキャスなんだろうね、おそらく。iPhone 買ったらまた YouTube ライブ戻るかなって感じかな。まあでも、キャスと織り交ぜてやるかなって。まあ、iPhone がなきゃもう配信になんないんですよ、YouTube って。YouTube ライブはもう iPhone 持ってないと無理ですね。まあ、格段に映像がもう iPhone の方がもう勝っちゃってるんで。まだあとこれ2年縛りだからね。あと残り2年ローンが残ってるからさ、違約金をどうするかにもよるし。すごいな、しかし。
この中がどうやって入っていくのか分かんないな。電気暗めにしてみよう。しかし高速道路の脇だもんなこれな。音がすごいガン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 入っちゃうじゃん、高速のこの走ってる車の音。つけない。ここは無理かな。ですよ、この高速道路が止まるときはあれですよ、外出規制の外出制限の罰則規定がある緊急事態宣言になったときは多分この高速道路は動かなくなるでしょう。それまでは多分流れ続けます。日本はだって海外みたいなそういう罰則規定がないからこう動いちゃうんでしょ。これ分かんないけど、知らんけど、すげえな。さっきの手が見えた。手が見えた。あれだから、むしろ下から受け受けない。ああ、映したらまずいですよね。やばい。映しちゃった。映しちゃった。でも明かりライトが見えない。ああ、そうそう。乱反射して見えない。これやばいですね。このこれでやったらやばいですよね。やばい。だから電気消そうか。赤くする？赤くする。みんなで。みんなで赤くしちゃうんですか。みんなで赤くみんなで赤くしちゃうのこれ。赤は不気味だな、ちょっと。まだでも、ここの土葬はそんな怖くないけど、京都の土葬は囲ってるからね。あれがまた不気味なんだ。しかも、位牌か。位牌があんのよ。どうぞ、下がこっちついちゃってる。赤ですね。あ、これこっちですか。あ、だからか、色が違う。そう、色がなんか違うな。おかしいな。あ、俺もついてるから。あ、俺もついてた。あ、これだね。これだ、これだ。みんな赤だ。みんな赤にしちゃってる。やばいな、これ。今、外に踏んだとこってそうです。え、嘘。あ、マジで。だから行かなかったと。危な。ここみんな土葬だよ。あ、みんな土葬なんだ、これ。みんな土葬。だから、もうついに帰ってると思うよ。そう。雰囲気あるよね。あ、写真撮っとくか。撮った。いや、俺ね、写真が撮れるわけないですから、どうぞさん、それは。あ、そうだ、放送してんだ。あ、で今日あれだ、しかもタブレット、カバンの中、入れっぱなしだな。あ、タブレット。いつもタブレット撮ってんだけど、まともに映んない、タブレットじゃ。あ、映んない。アマゾンタブレットだと。ダメ。俺遅延忘れしてる。なんだこれ。あ、じゃあ、ケツさん送ってあげる。あ、そうですね。あ、ケツさん送ってください。あ、テンテンでもいいし。あ、テンテンダメだ。ビデオカメラ撮ってるから。何やってんのあいつ。あっちの気になって、あ、でもあいつ、あれだな、気になるとこ撮るからな。でも行ってみる。ちょっと俺も十分、多分撮れたと思うから。ちょ、通常ライトにします。危ないと落ちてか。あれ？通常ライトに。
やーべえここ。なんだトンネル何なんかある？なんか怖くねここ。なんか怖いよここのトンネル。何これ？てんてんどうしたの？なんか冷凍になっちゃってるここ。ちょっとあんま高速道路に向かってる1万ルーメン向けるのもあれなんだよな。もうどうしたの？あ、民家近いんですか？あ、で、コメントもなかったんだよ。あ、民家はないんだけど、どうしたの？いや、誰も来ないから。ああ、ここじゃないと思う。いや、これなんだろう。いや、ただのトンネルでしょ。でも行かなかった。農道橋ってか。農道橋だから、農道ただ農道につながる橋だよ。失礼。うん。いや、なんか 出そうな感じがするかなと思って。でもなんか橋の下？橋の下はなんかあれみたいだよ、なんか魔の芹沢の小出川みたいだよこれ。なんか雰囲気的に小出川みたいだよ。で、鯉が、あ、いないか、に濁ってんな、濁ってますね。で、ちょっと、え？今なんかしゃべんなかった、誰か。こっちって、え？気のせいか。変な匂いする？あ、ブラッククラスクレインさん、はい、お疲れ、こんばんは。変な匂いしない？死体でもあんのか。てか、どんどんドルさんあっち行っちゃうじゃん、みんな。ドルさんちょっと怖いな、それが嫌だな。最悪のあれじゃん、もう。え、ここってなんか言ってなかった今？ちょっと待って。え、なんかここっつってんぞ、ここで。いや、違う、ここって。あ、なんかいいの？ん？え？わかんない、わかんないんだけど、ここって今聞こえたんだけど。気のせいかな？どう思います？今。私の判断だけではどうにもなりませんので。ズームマイクする。気のせいか。お疲れ、生隊員。いやー、爆睡はしゃあないよ。疲れてるでしょ、もう。神経使いながら仕事してるからね。しょうがないよ。なんか今さ、そこでさ、なんか変な声聞こえたんだよ。俺だけ聞こえてたの？ここってなんか、ヘロヘロ。せいか、いや、気になったらしょうがないな。ついに土葬に
土葬墓地です。土葬墓地に今日は生田にようやくたどり着けましたよ。なんかあんのかな向こうに。しかしすげえなこれ。どうしたんですか。あ、同窓人？お地蔵さん。お地蔵さん？首ない、首、あ、何もなくなっちゃってる。いや、あるんで、ちゃんと。あ、ある、ある、ある。あ、あったあった。あった。マスクは俺がしてるけどね。ちょっと待って、これじゃねえ、こっちだ。バケタンは今テントやってるね。うん、バケタンはテントやってるけど。継続察知してんでしょ、うん、今んとこ何も反応してない、うん、俺バケタンね、車に置いてきちゃったんだよね。俺車に置いてきた。あ、違う、 あるよ、俺あるわ、あるわ、しまったんだろうな、うん、ちょっと事故なのかね、事故ね、どうなこれ持ってて、すげえな、この人、でもこれさ、こっちに車止めてさ、ここトンネル抜けてさ、知らない人が行ってたどり着いたら墓だったらすっげえ怖い状況で、怖い怖いやばいよ。車で行けないでしょ。いや、ここに止めて、あ、でも止めちゃダメか、これ狭いか、ここで積もるよね、積もっちゃうか、こうやっても、もう積もるよね、反応しませんね。トラクターしか通れないの。トラクターだけだよ、ダメだよ。ああ。ね。すごいね。しかし、あれだね。結構、なんつうんだろう。なんていうの？低いね。これさ、ここでなんか事故ったらバーンって降ってきたら怖いね。ちょっとこれ行きますよね、なんか怖えなやっぱりなんかそれがちょっと心配になってきた今なんか安易になんかまあ、あ、わかりました。どうなんだ、あらあらあら、来た、来た、霊道かかな、来たな。だからやっぱりさ、あそこで 俺声聞こえたんだけど、聞こえたの。いや、なんかここ、ここってなんか、そう、あ、だから向こう行ったんだ。いや、だからずっと気になってたんですけど、いや、ここのね、ちょっとトンネルからみんな出てもらって、どこの例が出てきた、この辺でここって聞こえたんで、みんなちょっとトンネルの外出てから、ちょっと反響音だったかもしれないし、この辺で、この辺、ここって。やっぱお墓だからね。うん。これすごいじゃん。気のせいなのかな。なんか見えない。俺しか聞こえないんじゃ意味ねえもんな。そういう風に聞こえたのかもしんねえし、風圧が、トラックの車のあの、こうベベベベってるし。寝落ちしちゃってた。今2軒目だね。うん。2軒目、土葬シリーズです。そう、スクショしにくい仕様ですか、これ。何？スクショしにくい仕様。なんだろう。スクショできるでしょ。スクショ。花が、何花がって、ちょっと生さん分かんないな、花がって言われても。
カルガモだろ。急に電波が悪くなった。不思議だ。ちょっと待って。デコフレームって何？よくわかんないんだよね。来た。消えてもたけど。いた？キャスの機能か。あ、ミヤさんがおっしゃったんだな。そうなんですよ。まだオンマイだべ。自分で手動で消せるからそれは。俺もなんかよくわかんねえからさ、キャスのその機能が。だってなんかヒデさんが今何その辺？この辺に一瞬現れた。バケタン。バケタン。こういった方を見たら回り込むような。いや普通に設なんだろう、ちょっと配信画面の方の見てる欄と、うん、あヒデさんなんかこれデコフレームって自分で消せますよね。うん、普通でもできてる。どうやってやんだっけ？うん、ちょっとバーッと普通に消えるよ、みんな。バーッて言うんですよ、ね、何もないわ。押すと何デコフレームが出るの？でも出えへん。だこっちで消してるともう出えへん。ああ、そっかそっか。うん、じゃあ、自分あれだよ。ゴムタッチで消えるよ。うん。いやいやいや、皆さんどうもどうも、こっちでもうあれ消しちゃったからさ、デコフレーム、うん、あれこっちで消せばもうあの開かんから、もうさすがにちょっとね、画面がその花で埋め尽くされちゃうと、うん、見えなくなっちゃうからこの辺でこうやってあると最初そういうスタンプかと思ってる。いや俺もそうだと思ったのよ。そしたらなんかあるんだって、そういうキャンペーンが。いや、消えないことはないはずだよ。もうこっちで入り直すと多分消えんのかな。じゃあ押しても消えない場合は、うん、もう消えないんやったら、本人やった本人がのに関係してないと消えん。何でもいろんなあるよ、新しいのもあるし、これはもう自分で、結構キャスの方は自分で設定するしかないんだよね、あと。うん、約2ヶ月ぐらい。いや別に家雑談とかだったらいいんだけどさ、やっぱり、ね、まあ意外はありますよね、うん、まあ大体ちょっとね、ビニール入ってないと10年ぐらい画面が花で濡れ尽くされちゃうと、ちょっと大事な時の、うん、大事なんか映ってた時にそれが見えなくなっちゃうから、その花びらでだから大体こう、ほらここが分かる、ここも土葬なんで、これ見て分かるでしょ。もうここはもう土かいっちゃってるね、完全に。もうだから骨もね、かいちゃうね。アイザさんおやすみなさいね、またお願いしますね、どうもね、ありがとうございます。だからこの木がこういうふうに倒れてくると、はい、棺桶の蓋が腐ってきて落ちるから、うん、ね、要は土がドラーって入るじゃん、うん、埋まってるやつが、うん、だから土佐の土が下がる、うん、ってことは木がこうカンッと並ぶんだ。それがずっと掘っていくとだんだんだん倒れてくる、うん、で倒れたら大体もうなんていうの、うん、ろ過しちゃうから消えなくなっちゃう、うん、って言われてる。だから大体10年ぐらいだって。10年するともう土に帰ってる。ただビニールあると、最近のはビニールがあると、うん、10年経っても骨が出ねえんだってインタビューがあったから、30年ぐらい経たないけどなくならないんで土に帰んねえんだよって言ってる。その ね、 そうね、大地に、のね、話では。だからあの奈良とかはビニールだから衛生上多分ビニールだと思うよね、うん、だ30年ぐらいは多分土に帰んねえのかな。帰っちゃうとこんな感じなんだね。もうだから何もないと取ってる、うんうん、ただ髪の毛はあるかもね。髪の毛110年ぐらい残ってるって言われるから、うん、髪の毛は抜けてね、この辺もそうだよ、分かんないよ。ただね、この、まあ、滋賀と岐阜と見たけど、うん、奈良と、うん、ね、京都見たけど、やっぱり京都と奈良は別格だね。土葬ははっきり言って別格だね。
まあ、こっちの方はまだなんかあの初級者向き、うん、あっちはちょっと上級者じゃないとちょっと怖いかもね。盛りつつに盛り上がったとか、盛り上がったとかすごいもん。あれ一番異常で異様だ、異様だよね。京都はねやっぱね儀式のためにあのほら鳥こう隠ってるじゃん。ああ、あれが不気味だ。千人、うん、ああなんかここですよね、こう。そう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 。うん、で普通に杖とかもあるしねやっぱね。あ、うん、でやっぱりあるもんね。うん、で位牌が絶対あるもんね。位牌がね、位牌はね2個持ってある、作るんだけど、うん、その場合は、うん、もうこれなんかは折れちゃってるでしょ、うん、だからおそらくそろそろもうないんじゃないかな。これもちょっと傾いてきてるから棺桶のところがもう蓋が開いてこんな感じ、うんうん、少しずつ。匂ってるし、ね、すげえな。こんなのまだあるんだもんね。まさかここ、うちの方がないよ。山梨もこういうのだったよ、私は。あ、そうなんですか。うん、でも最近ではもうなくなってきちゃった。やってるね、まだね。あ、まだやってるんですか。やってるけど、多分一部だけじゃない、うん、うん。まあ、昔田舎も土葬だったから、うん、今は違ってやってないかな。うん、ね、多分ね。いや、ここで初級恐ろしい。まあ、暗いからね。ここ怖いよね、うん。誰も来ないしね。環境的に一番いいよね。うん、家もないし。ただ俺、あっちの方はもう今も儀式やってるし、あの、掘り起こしの儀式もあるからね。うん。劇だよ。劇なの？じゃあ止まってくる。止まるか。じゃあ、止まるか。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 すげえな。こっちは俺行ってねえな、まだ。わあ、浮かずに歩けねえな。すごいな。どこをどう歩いていいか、こっち行ったか。やべえな。30年で土に帰るな、最近。これも平成27とかだね。あ、ちょっと待って、匂ってきた。ダメだ。匂いつきそうだな、これ。どうしていいかわからん。どこ歩いていいかもわからんし。ほら、こういうね、習慣もまだ 1% でやってるということでね。でも、ずっと、どうする？ほとんど見てたら 1% に見えなくて。うちの方じゃまずこんなの見えたら見られないしね。うん、怖いよ。まあ、北海道で一部もまだやってるみたいだよ。あと岐阜もちょっと一部。岐阜もなんかもう見たけど、やっぱもう暗くても赤外線じゃないと。うわ、どうですかこれ。じゃあ次行きますね。次行きます。次どうですか。次じゃあもう SL？SL？ そうがないんだよね。あとどこある？わかんないですよ。何？今の鳥だ。鳥か。じゃあ鳥いるんじゃない？今の鳥じゃない？鳥です、鳥です、これは。いや、でも、ここってのは違いますよ、あの。ここは違うよね。うん。さっきの歯は違うんじゃない？これじゃカモじゃないの？あそこにいるよ。あんなんか光ったよ。取れた。いやー、寒いな。急に何度だ、今。寒いね。もう今12時だもん。あ、北海道でもそうなんだ。そっか。土葬墓地でござった。土葬墓地でござった。鳥。てか、鳥目っての嘘だよね。鳥、夜でも飛ぶよね。遠くが見えないだけだって。遠くが見えんだ。あ、六地蔵だ。次、どこ行きましょうか。何も、私ね、滋賀県の心霊スポット打ってないんですよ、まだ打ち割ってないんですよ。だって北陸の方面が打ち割ってないのに、関西の方はまだ打ち割ってないんですよ。分かんないんですよ。近くはもう SL だよね。 SL の電波あるし、あそこは。ああ。SL の電話ボックス使ってないけど、あそこに女性の電話で、まあ、あんまりちょっと点々も腰の方が、だからもうそこ行って終わりそうよ、うん、そうです ね、 ね、寒いし、だから俺はそっち側で俺あるじゃん、ホテルが、うん、そうっすね。行きますか。そうっすね。一服して。テント置いてて。
いや多分なんか撮ってんじゃないかな。なんか気になるの。ん？どうしたの？いや今終わるきっかけ失っちゃってどうしようと思ってた。ああいいんじゃない、もう切っちゃって。じゃあ、うん、終わりね。もういいでしょ、だってここ撮ってもしょうがない。実はね、そのね、うん、SL のとこ配電話ブース。ああなんか見ましたよそれ。見たでしょ、うん、あれ。そうですね。寒いね、本当にね。ちょっとその SL も気になるっすね。手段は腰悪いから。まあ、ちょっと定石系はちょっと無理っす。定石系はちょっと無理なんで。思いっきり締めた方がいいよ。締めないと多分やっちゃうから。お墓の脇に刃物。緩んじゃうんだよ。だから何回もやんないとすぐ緩んじゃうから。刃物なんてあるんですか？何？刃物。何？いや、なんかこの脇に刃物があるって。刃物？刃物がある場所があるみたいですよ。わかんない。刃物と包丁とか。うん。寒い。寒い。え？やっぱこっち寒いわね。こう SL ね。ああ、眠い。眠いし、眠いもんな。眠、もうやめるぞ、もう帰る。眠いな。じゃあそこじゃなくて 10分ぐらいやる、10分だけ。10分ぐらいやるんだったらもう帰った方がいい。帰ればいいか。どうする？もう土葬来れたからいいかなと思って。もういいか。じゃあ終わりしようか、今日は。ね、皆さんお疲れ様、もう眠さそうだから、そうですよね。いやもうだってもう疲れちゃって2日で1000キロ移動してるからね。疲れたでしょ。疲れちゃった、ね、俺ね、眠くなってきちゃって申し訳ないけど。あとテンテンがちょっとぎっくり腰でさ、冷えると腰が痛くなっちゃって、痛くなっちゃうから、ね、具合悪くなっちゃうと困っちゃうから、まだすいませんね、ね、申し訳ないけど、まあ、明日もまあ生放送できるタイミングがあればキャスつなげますんで。明日雨だ、できねえよ。明日雨だよ。かなり強く降るっつって、うん、ダメだ、うん、ただ雪降らなきゃいけるね。あ、そうだ、そうだけどね。はぁ、ね、あぁ、テンさんが今ここにやってたから、びっくり腰だからさ、なんか冷えるとダメなんだよね。それで俺だってほら、全然歩けなかったじゃん。もうだって配信できなかったじゃないですか。本当に痛かったもん。マジで痛かったからね。もう仕事限界だと思ったぐらいだから、もうあそこで。ただの回路じゃん。はい、終わり。ね、ごめんなさいね。すいませんね。いやー、2カ所ですけど、本当はもともと今日1カ所だったから、予定はね。うん。うん、本当は3カ所で、ね、最初のやつができればね。いや、なんかちょっと眠くて、なんか事故りそうな感じがしてきた、今。もう今日寝たんがいいよ、早く。2人でね。疲れてるから、寝てないし。ね、そう、ネタがいいよ。ちょっと一服して雑談しながら帰りますか。じゃあ放送終わりたいと思います。じゃあね、お疲れ様です、皆さんね。ないよ、元気な時にね。今なんか冷めなかった？ん？あ、開ける。あ、どう、なんせマジで超強行軍すぎた、マジで。でしょ、疲れてるでしょ、もう2人でも疲れてるもん。最初に見た時にもう、うん、なんかね、オーラがなかったっていうか、もうオーラがない、死んでる人間に見えたもん。2人してね、あーもうこれ結構疲れてるなって。でほら、うん、ね、もういやだって普通に昨日からさ、ね、昨日からの話を2人とも見た瞬間にもう、あーなんかもう疲れ切ってて、うん、もうちょっと今日早く、だから言ったじゃん、早く終わりしようって。だって富山からだって滋賀までさ、296キロあるんですよ。簡単に言うと寝てないでしょ。寝てない。家からでしょ。家から寝てないでしょ。家からだから1000キロ移動して寝てないです。そんなとこに横になってないですね。寝てないでしょ。だって朝方も配信したりしてね。お疲れさんでした、皆さん。帰らんとこで寝た方がいいよ。ね。俺も昨日そうだったから。3時間で、今日ね、疲れたもんね。多分走行距離にしたら多分、1000キロ行ったよね、絶対。1000キロ走って寝てないですよ、まだ。でしょ？うん、だもうやばい。そろそろ事故るなって。ほんで危ないよ。さっきここ来るときに、ちょっと微妙に危なかった。危なかった。ちょっと結構、うん、危ねえかなと思って。皆さんすいません、なんか、今日はちょっと終わりたいと思います。あ、皆さんもね、コロナに気をつけてね。コロナね、本当ね、気をつけてくださいね。ちょっと緊急事態宣言全国になっちゃって、全然なっちゃったけどね。あそこからあそこ通ってそこにでしょ。神奈川なんかもう、ぶっちゃけだよ。東京人見て、自由だからね。だからあんな増えてるからね、わかる？まあ、一回かかって、免疫つくから。
運がよければダメな人多いよ。みなさんいいよいいよ、そういうあの大丈夫だから8割ですよ、うんね、またそういう話をね蒸し返しちゃうとあれだからさ、死ぬか、ね、飯を食えなくて死ぬかどっちか、最悪の場合はね。本当に俺だって機能がよくわかんねえんだからさ、うん、なるべくこう人のね、知らない人の人は特に気をつけないとね。おやすみなさい。じゃあすいません、お疲れさんでした。次の配信はね、一応、まあ明日の夜ね、できたらやりますね、軽くね。ね、皆さんもお疲れ様です。雑談ですけどね。見てる方も大変だから ね、結構。明日も仕事ですからね。ね、うん、そう。いや、あの、皆さんが。やっぱ睡眠は、やっぱり。また、あの、長編をやるときはやりますんで、ね。昭和ね、よかったね。ちょっと 寝不足の時に長編やると事故る、絶対に。ちょっとね、顔がね、二人ともね、もうし。眠いですよ、もう。後からもう、あ、これ多分結構疲れる。栄養ドリンクはあまり飲みすぎてもちょっと、いやもう栄養ドリンクここ来るまで5本、5、6本飲んでますから。マジ、うん、ちょっとなんか違う意味でね、やっぱやばい。モンスターエナジー2本にでリポビタンで3本飲んでる。だってそうでもしないと眠くなっちゃうんですもん、ね、走ってて、うん、なんだっけ、あの俺がこの間、昨日がそうだったね。あそこの、なんで新幹線でもうちょっと座った瞬間クーッて、カクテンってカクテンね、たった十何分なの寝ちゃったもん、うん。お疲れ様でした、皆さん。癒し系なんて、いや、なんだっけ、あの高速道路何でしたっけ、何道でしたっけ、北ん北上越道だっけ、違うよ、これ、うん、これあれじゃん、なんだっけ、名神、名神の前のとこ、来るとこ、北北、あ、自分が北陸道、北陸道、うん、北陸道、そうそう、北陸道で結構やばかったんですよ、うん、あ、もう今日無理だと思ったんだけど、リポビタンで飲んだら、カーってなんか目が覚めて、でももうちょっと寝てたでしょ。いや、寝なかったの、結局紙取ろうかなと思ったら、うん、ナビ打ってみたら、うん、あ、時間が全然間に合わない。だからあれなんですよ、1時間半でドルさん来れるって言ってたんだけど、とてもとんでもなくて3時間かかるっすその場合やっぱ寝た方が3時間、2時から、ね、そう2時に出発したんです、仕事2時に飯食い終わって、でそこからまあ、じゃあその目的地にセットしたら、1時間半かなと思ったら2時から出発して5時に着くっていう予測到着時刻5時って、ねえねえどん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 5時半とかなってって6時になりますって、あのサービスエリアで一回 LINE したんですよ。6時過ぎるって話して、そう、なんかもう補給しないとやばい、いやもうすんげえ眠いね。ということで皆さんすいませんね、すいません、ちょっと3件目はちょっと無理だった、ごめんなさいね、お疲れ様です。朝の配信から寝てないですね、ね、はい、お疲れ様ですね。俺なんかよりもう寝て、だからもう寝てね、あと天聖さんが出て、うん、あれ、そうすると俺もう24時間起き続けてんのか。そうだね、多分ね、やばいな。俺は今日結構絶好調だから、ね、でもちょっと眠たいよ。眠い、まだまだ眠いけど、やっぱりまだまだこっちいるじゃん。昨日だってあら配信終わってすぐ寝たから、もう10時10分ぐらい。マジか、ちょっと休まねえとな、休まないとダメだよ。すいません、お疲れ様でしたね、どうもね。では皆さんありがとうございました。途中でウォーズとかで降りてる、いや降りてないね、うん、ありがとうございました。ウォーズだってもう全然スローリーですよ、もうダイレクトに富山へ行きましたよ、今日は。はい、おやすみなさい、ね、ありがとうございます、うん、では失礼します、バイバイ。はい、お疲れさまでした。この辺です、僕も失礼します、お疲れです。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はありがとうございました、はい、終了、はい、しやすさす。いや、帰ってね。ああ、すみません。大丈夫？いや、でも大丈夫ですよ。大丈夫。うん、まあ危なかったら、ね、もうちょっとその辺道端に止めてちょっと仮眠しながら。ね。うん、まあ距離的にももう近いよね。うん、ここだったら多分そのあの前原だったらそんな遠くないよ。そうですね。タワーの高速でタワーのサービスエリアはレストハウスある。うん、でもあれでしょ、福井の方行くから、できればね、失礼します。近いもんね。うん、赤文字になりましたんで、切ります。お疲れ様でした。もうすぐ、もうすぐそばだね。すぐそば、うん、わかりました。いや、お疲れ様でした。しやす。おやすみなさい。まったねー。